マジ回してんの、もう回してるよ。ブエナー TM のチャンネルです。はい、今日なんですけど、今日は前回ね、バの動きやりました。で、今日はそのバを予測してきたり、裏を取ることに反応してきたディフェンスに対しては止まってもらうフェイクの動きを今日はお伝えしたいと思います。ではやってみましょう。では実践でやっていきましょう。で、バの動きは前回の動画があるので、そちらを、チェックしてみてください。で、最初は、フェイクって言っても、みんな結構勘違いされてる方すごい多いと思うんで、ただその場でフェイクしても、ただ相手の前で踊ってるだけになります。僕結構言うんですけど、踊ってるだけに本当になっちゃいますね。だから相手ディフェンスとったら何やってんだこいつみたいになっちゃうから、ちゃんとディフェンスの背後を取るっていう意識をちゃんと持ってください。で、背後を取りに行くからディフェンスが反応する、反応するから止まる、これがフェイクになります。 OK ですか？その場でこう動くことがフェイクじゃないので、そこだけ勘違いしないように、意識して、プレイしましょう。じゃあ実際にやっていきます。こうやって受けることによって、ディフェンスのプレッシャーを、一瞬止めることができます。そうすることによって自分のプレイングエリアを作ることができます。あともう一つフェイクの有効的なタイミングが、あるんですけど、ディフェンスが寄ってきた時に背後を取る、これさ、前回やったバの動きなんですけど、そうするとディフェンスは反応する、その次に止まる、このタイミングが一番、ディフェンスがすごく嫌なタイミングです。パスを出そうとするときに背後を取りに行く、そして止まる、そうすることによってこのプレイングエリアを、作ることができます。はい、どうだったでしょうか。今日やったのはフェイクの動きです。で、先ほどもお伝えしたけど、フェイクの動きはただその場でフェイクをするんじゃなくて、しっかり相手の背後を取る、裏を取る動きがあってこそ、その場で止まるっていうこと、フェイクかけてから止まるっていうことが、すごい重要になってくるので、常に背後を狙う動きっていうのを頭に入れて、プレイしてみてください。ではまたお会いしましょう。マジか、うわ